まあ、こんにちは。まあ確かにね、なんかものをリピートして買う人っていうのは同じものを買うんじゃなくていろんなこう自分に不足のものを買っていきますよね。それは確かに吉田さんの言われる通りかなと思いますね。私の場合だから儲かっている人にさらに大きなコンテンツを売っていくっていう形なんですよね。うんまあそうするとこうマンツーマンのね、あの一泊二日の合宿とか私50万とかで売りましたけどそれは あのー、もう本当にコンスタントに毎月10万とか20万稼いでる方向けなんですよねちょっと難しい内容になりますんで、うん、ですんで多分パーツを細かくして単価を下げてこれも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 いろいろ変えるようにするっていうパターンもあれば一、まあ、つの速火軸なら速火軸ってスタンダードが売れてそっからさらにガツンと濃いやつをさらに高額で売っていくとかね まあ、どちらかというと私の身柄を持っていけば持っていこうと強くなる高くなるみたいな傾向はありますけども <laughs>、うん、確かにね私も細かい商品はそんなにたくさんありませんのでリピートできるかって言ったらあんまできないんですよね速価塾も1回買えばもう終わりですしただ言えるのは速価塾ってのはその疑似リピートをしてるってことですかね分割30年ってことはあ結局毎年1万円払ってくれる人が30円こう かけてて付き合ってくれるる可能性があるってことですね途中でまあトンズラもありますけどもまあそんな感じでね、えー、売る方法はたくさんあるってことじゃないかなと思うんですよ今回分かるのが、まあ、吉田さんみたいに売る方法をたくさん開発していくってのも一つの今月の売り上げを得るっていう知恵でもあると思いますし一個でも商品買った人が次のリストに載ってくるっていうね次のものを売るために今回の商品を売るみたいな そんな本当にリピートをがっつりと捕まえる方法もあったりとかしますしあとねやっぱこう食事なんていうのは完全リピートですよね毎回人はリピートするけどもリピート先が限定されるかまあ多少増えるってことだけであって例えばね回転寿司に行こうと思ったら私は大体行くところが決まってるんですよたくさん回転寿司のある中でもうずっと行ってないところもある何回かは行ったんだけども選ばなくなったところとかねそれからちょっとしたきっかけでこっちに変わったみたいなところもありますしね ラーメン食べに行くんだっっったらここってても決まってきまきす食事自体はリピートしてるんだけどもその,その瞬間その瞬間の趣味趣向が変わっていくからリピート自体はしてるけどもでも、まあ、買ってる商品は違うよみたいな感じですよねで買う先も違うしっていうことですよね、うん、ただ言えるのはやっぱこう情報を求めてる人っていうのは無数にいて誰から買うかっていうのが違うだけでね繰り返し買ってるんでしょうねノウハウコレクターって言われてる方でも それだったら同じ人から何回も何回も買った方がお互いにいいんじゃないかなという気はしますねやっぱりねうんまあそれはあるんじゃないかなと思いますねまあそういう意味でもあの吉谷さんの販売戦略っていうのはすごく緻密に今の自分に合ったスタイルでしかもマーケットにもねあの限られた範囲のマーケットですけどもものすごくマッチしてるんじゃないかなと思います、まあ、こういう吉谷さんから学ぶことは多いんじゃないかなと思いますねまあ私はすでに投資に行ってしまったんでね投資って 本当なんか終わりなんですよね。投資で新しい手法を売るっていうのも、なんか変な話ですからね。ものすごく素ぎ落として基本的なもので、えー、結果が出るように誘導してるのに、新しいツールが出ましたとかね、こっちはバイナリーですとかね、なんかそういうのを全然私はやる気がしなくて、どちらかというと、まあ、売るために売るんじゃなくて、私の場合は、あの、熟成産にもね、お客さんというよりも熟成産んなんで、熟成産には、あの、出費は限りなく少なく、そして売り上げは限りなく大きく。 みたいなことで、うん、なんか無料のなんか、ね、コンテンツが多いですね私の場合はねで即果塾を買っていただくと限定動画の中にそういうのが次から次へ出てくるんでもうなんか全然お金がかかんないみたいな、ね、でも逆に言うと即果塾限定で出した動画を即果塾に入ってない人に有料で売ることもたまにあるかなっていうところですね、まあ、だから将来的にはその今もそうかもしれませんけどもドリームアカデミアっていうのは ドリームアカデミーに入った人には新しいコンテンツは全部閲覧可能みたいにしておいてドリームアカデミーには入らないんだけども部分部分の小さい商品が欲しい人にはまあバラ売りみたいなねことでなんかいい感じになるのかなでバラ売りで買った人は本体のドリームアカデミーにもだん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 こう信頼を抱くみたいなそんな形ですかね、うん、まあいいですよねあちなみにね今回のタイトルロッキー4の4なんですけども ロッキー4がリメイクされてシルベスター・スタローの,あの取りだめとともに、ね、シルベスター・スタローの監督で作られたらしいんですよ。それはロッキーの続編でクリードっていうのが出てきてクリード2にはあの炎の友情、うん、だから30年前に戦ったロッキーとドラゴっていうあのアメリカ対ソビエトみたいな歴史があるんですけどもこの作品の続編で、まあ、ソビエトはなくなっちゃったんだけどもドラゴンの息子とロッキーの弟子の クリーーードがが戦うみたいなストーリーがあってねロッキー4を思い出させるわけなんですけどもその作品があったから多分スタローンはロッキー4をもう一回作り直そうって思ったんじゃないかなと思いますしいつか作り直す日のためになんか別ででりだめししてたらしいですね当時の別のストーリー本来はこういうストーリーにしたかったんだけど今は自分はいろんな人の協力,と協力も必要だし自分には独断でいろいろやる力がないからとりあえずめ取りだめとこうみたいな感じでね。 で、だいぶ40分ぐらいいい差ししし替えてあるるみたいなんで、でで全然別ストーリーリ楽しめるらしいですね。それってような続編の「クリート2」っていうのがあるからこそそっから逆算して取りだめたやつを差し替えて「ロッキー4」というね新しい作品に行ったということで非常に良かったらしいですけども劇場にまだ行ってません行ってらっしゃい。